ライトンガエルでアヤックスに見事2対0で勝利。だが三笘さんのスタッツに異変が。なんと三笘さんの評価が22人中21位。これ自体はたまにあることだが、個人スタッツが異常事態発生。なんと地上戦が8回の挑戦で勝利が0。しかもドリブルを仕掛けた回数はたった2回で成功数が0。パス成功数も 62% と普段よりも低い。三笘さんがプロになってから最悪のスタッツかも。ちなみにカティとアディングラは絶好調だった模様。 SNS の反応、三笘さん疲れてるのか、またフル出場、非難、途中出場で途中交代とかマジ、三笘さんの怪我だけが心配だ。